アメリカ人について3つ。パーティーピーポーみたいな。パーティーピーポー。ピザとハンバーグ。ピザとハンバーグ。ピンクやな。ピンク。ピンク。拳銃を持つこと禁止したらいいじゃないか。Hi guys, Maido. I'm Jay from Rocky Japan. Today we try people on the street interview. We are gonna talk to random people and ask questions about USA. I'm excited to film interesting answers or funny answers. So let's do it. アメリカって聞いて思いつくこと3つ、はい、自由の女神。自由の女神、うん、とにかくでかい。とにかくでかい。メジャーリーグ。メジャーリーグ。大谷翔平とかめっちゃ。ピンクやな。ピンク。ピンク。どういうことですか。アメリカじゃピンクと。ピンク。はい、アメリカについて思いつくこと3つ。ブロードウェイ。ブロードウェイ。自由の女神。メジャーリーグ。メジャーリーグ。国に対してのイメージ。やっぱりその黒人差別とかもあるけど、その LGBTQ に関しては賛成してる人も多分日本と比べても進んでるのかな、はい、アメリカについて思いつくこと3つ教えてもらっていいですか。トランプさん、自由の女神と、はい、ディズニー。ディズニー。ディズニー。アメリカ人について思いつくこと、はい、気さくなイメージ。ノリがいい。ピザとハンバーガーです。ピザとハンバーガー。ピザとハンバーガーが好き。明るい。顔が整ってる。フレンドリー。思ったこと。ちゃんと言う。はい、服のセンス。服のセンスが自由。あ、アメリカ人について3つ。イメージとか。フレンドリー。自由な感じ。パーティーピーポーみたいな。パーティーピーポー。アメリカ女。美人。背高い。美人。美人。美人しか、うん、アメリカに対してなんかちょっとマイナスイメージとか。なんか女性一人とかでは、はい、なんか怖くて行けないなみたいな。危ない。危ないかなっていうイメージはあります。あ、なるほどですね。まあ、さっきも言ったんですけど、行く前のイメージでちょっと治安が悪いんじゃないかっていうイメージ。はい、それこそまあ銃社会ですし、慣れない部分は。下町は怖いかな。下町は怖いかな。アメリカの例えばなんか悪いイメージとかなんかありますか。悪いイメージ、グロいな。とりあえずそう、犯罪とか、まあまあまあ、そうやな、うん、そうそう、過激、過激、日本より過激かな。アメリカには行ったことはないですか。はい、お二人アメリカには。私はないです。私は1回だけある。この時はどちらに行きました。ロサンゼルスとラスベガスに、はい、どうでした、感想とか。いやー、結構治安が悪いイメージはあったんですけど、はい、意外と人とかも優しくて、まあ、結構いい人が多かったイメージ。多かったっていうの、はい、へー、まあ、意外と結構道とか教えてくださったりとかしてくれた。最近気になったアメリカに関するなんかニュースとかってありますか。はい、トランプさんですか。トランプさん。ほんまに。やっぱ黒人に対しての差別っていうか。はい、ジェイコブ・ブレイクさん。ああ。発砲事件。発砲事件。気になります。拳銃を持つことを禁止したらいいんじゃないか。デモでやる。白人の商品。黒人2人殺したり。私は黒人問題。黒人問題、はい、確かにかな。そうですね。がやっぱ気になるニュースとしてはあるかな、うん、ありがとうございます。アメリカの視聴者に対して何か質問とか何かメッセージとかあった。特にないけど。特にないけどな。一回行きたい。もう一回行きたいな。一回行きたい。もう一回行くんで日本も来てください。なんか大学で日本は入るのが難しいけど、はい、海外は留学するのがありやすいので、はい、卒業するのが難しい。実際どうなってるのかなみたいな。ありがとうございます。日本はいい国なんで来ていてください。いや、大阪楽しいんでぜひ来てください。見てくれてると日本好きな人多いんですけど、アメリカ人のなんかメッセージとかあるんやったら。 I love you ママ。 I love you。 なんでクエスチョンマークつけたんですか。